ベシタガイドと申しますし、普段はまあ風景写真を撮影しているんですけれども、今回は CP プラスで本来お話しするはずだった3本のレンズですね、タムロンから出ているそれぞれの F2.8 大口径の28-75、17-28、それから70-180という全世界が待望している、まあ僕自身もまあ待望しているんですけれども、そのレンズのお話をしようかなと思っています。でまず1枚目なんですけれども、1枚目の写真は飛行機ですね、関西で聖地と呼ばれる、伊丹空港で、撮影したものなんですけれども、まず何よりもこの 70-180F2.8 っていうのは今回使っていて一番驚いたのは、こういう言い方すごいいいのかどうかわかんないですけど、鬼のように AF が速いんですね。爆速ってやつですね。あまりこう丁寧な言い方ではないですけれども、特にこの今の写真っていうのは実は飛行機は左から入ってきて右に一瞬で駆け抜けていくわけです。これ1秒に満たない時間なんですよね。少なくとも最初のピントが合うスピードはレンズのやっぱり性能なんですけども、これが驚くほど速いと。1枚だけこれ本当にワンショットで切ったんですけども、連写じゃなくて、見たらすごい完璧に捉えてるんですね。っていうような感じで、日常生活で出会う最も速いものの一つでも完璧に捉えてくれるぐらい、素早いオートフォーカスを持ってるっていうのがもうこれでもうすぐに分かって、あ、これはすごいレンズだなと、驚くべきものを作ってきたなっていうのがまず 70-180F2.8 の最初の印象ですね。今度は飛行機を主役じゃなくて、脇役にして、秋でもないのにススキがすごい綺麗に咲いてたので、そいつを主人公にしてみようかなと。でこの日めちゃくちゃ風が強いんですね。実は奥側にある被写体でも手前側にある被写体でもすごくうまく、完璧にピントを合わせてくれるっていうのが今回の 70-180 を使っているの一番まず機能として、優れている点かなというような感じがしました。タムロンのレンズというと皆さんがまず意識最近されはるのはやっぱり近接性能なんですよね。近寄って撮ることができるその性能みたいなものが際立って、ユニークな、性能としてタムロンのレンズはよく、最近言われるんですけれども、その今回なんていうのか究極バージョンが来たなと。これなんかパーティーに呼んでいただいた時に撮影したんですけれどもね、ちょっと次の写真と比べてみてもらうと、この今1枚前にお見せした写真とこの写真っていうのは、こう1枚前の写真をこの距離で撮ってますというのが今見ていただいているこの状態なわけです。完全にこう後ろが溶けていくかのような、まるでマクロレンズを持っているかのような、描写が望遠レンズでも可能になっているっていうのが今回のこの70-180の際立ってユニークな点です。で、最短撮影距離がここまで短いと一体何がどういうことが意味合いとしてあるかというと、それはレンズ2本持ってるのと同じことなんですね、やっぱり。で、普通だったらマクロレンズなりなんなり近接がすごい強いレンズをもう1本持つことによってで、なんていうか可能になる表現がたった1本のレンズで、マニュアルフォーカスで合わせてパパッとこうちょっとマクロっぽい撮影も可能になるっていうのは、写真家にとっての撮影のあるいは表現の幅を大きく広げてくれるっていうような最近のタムロンの傾向なんですけれどもね、っていうのがこの70-180で際立って見られるなというそういう気はします。タムロンのレンズで僕がすごい気に入ってるのはそのコントラスト表現っていうのがすごくいいんですけれども、特にこの70-180に関してはポートレートにもすごく向いてるなっていうような感じがしたんですね。光がうまく入ってくるところをこのレンズで撮ったらまるでこう一瞬の映画のシーンのような立ち方がしてくれる、その、やっぱり、光の表現コントラスト表現っていうのがすごくありがたいっていうのが、まず画質の点ですごく印象的ですね。今回その前ボケと後ろボケの両方とも非常に美しい表現をしてくれるということで、タムロンが作っている最近のレンズの傾向の言ったらこう一番こう際立った形の、集大成の一本ではないかなというような気がします。次の写真は典型的なこう、レンズの解像度の問題ですね。工場夜景が後ろに来て手前にはこう車のライトがサーッと入っているみたいな、こういう感じです。で、これはやっぱりもう解像度が一番欲しいところなんですよね。もやはもやもやもやとさせることっていうのは可能なんです。いつでもこの逆は無理なんですね。で、どっちが欲しいかというとやっぱまずはちゃんとしっかりシャープに、改造してくれるっていう
というのが非常に嬉しいと。でそれがこういう工場夜景だったりだとか、あるいは普通の都市夜景だったりだとか、我々その風景写真家が非常に欲しい時に出てくれるのは 70-180F2.8 の非常に強い解像描写力だなっていうような感じがします。この時もやっぱり下側のこの石がピシッとしていて、上側にこう天の川がファーッと出ているっていうようなこの対比っていうのが一番大事なんですね。もう一つすごく感じるのは色の分離の良さなんですね。で冬の時期っていうのは天の川っていうのは非常に撮りづらいんですね。なぜかというとこれもうあと10分後ぐらいには夜が明けるからなんです。でとなると下からもう太陽の光というのは下からこう当たり始めているギリギリのタイミングで、もうこの3枚か4枚後には下がオレンジになり始めてるんですね、山の端が。ってなるとこれも太陽の影響を受けてるんですよ。つまりすごい非常に条件が悪い状態の天の川を捉えて、しかもうっすらとこの天の川が本来持っている何ですかね、マゼンダ色みたいなやつですかっていうのがちゃんと天の川の中心部分に見て取ることができる。で、70-180最後に見てもらうのはもう一つはこれですね、タムロンの最近のレンズっていうのは全部逆光性能が非常に優れているんですけども、これもまあご多分に漏れず完璧なんですね。でその、太陽っていうのがこう山の上から太陽ガンガンに照らしている状態です。これもう盛大に普通はフレアが出るんですよ、ここまで真正面やと。どうしようもないところなんですけれども、ほとんどゴーストフレアに、当たるものっていうのは、見えない。普通逆光やとコントラストが低下するわけですね、つまり色のりが落ちるわけなんです。ところが、太陽から出ているこの、黄色なオレンジのこの夜明けの色と、それから海にも映っている色は、これは空の天井の方の青空の色が映ってるんですね、っていうのがこうグラデーションの中でちゃんとこう表現ができている、つまり夜明けだなっていうのが分かるわけです。でコントラストが低下したら普通は色が落ちてしまって暗くなってしまうところ、ギリギリ青も残してくれる夜光の中で、っていうのはこれはもう風景写真家にとって非常にこうありがたいアピールポイントなんですね。こう短い期間でこれだけの写真を撮らせてくれるっていうのはやはり写真家にとって非常にありがたいレンズだなと。で発売が待ち遠しいですし、おそらく僕の個人的に使うレンズになっていくだろうなっていうような予感がひしひしとしております。